皆さんお疲れ様です。僕の自由なファッションで、デニム好きで、まあ高いものは着てないっていうあれですけど、デニムオンデニムデニムデニムとデニムデニムデニムっていう風にしてるんですけど、さらに、この頃ね寒くなってきたんで、僕はあんまり暖房とかね好き、冷房とかあんまり好きじゃないんで、着込む、部屋でも着込むタイプで、でさらにこの頃ねズボンね、プリズンブルーの巣のですね、ズボン、ジーパン38インチでブカブカで痩せたんで、ダイエットねやってたんで、今72、3キロまあちょうどいいんじゃないかなと思って、まあ17、7キロぐらいで、実際20キロ痩せた時期があるんですけど、まあ72、3キロぐらいかな、70キロ目指したんですけど、あまりにも痩せすぎるとね良くないんで、でデニムまたこうやって着てねしてます。これM なんですけど、 M 結構大きい、うん、皆さん買うときはねやっぱり S がいいかもしれないね。こう上から羽をこう着込んで羽織るねだったら M ぐらいあってもいいのかなと思うんですね。別にダボっと着てプリズンをピタッと囚人服を着るのもね、なんかピタピタっていうのもちょっとあれなんで、もうゆっくりね着たいっていう方だったら M でもいいかもしれないけど、だいたい174ぐらいかな、2ぐらいかな、で、体重が72、3キロかな、でだったらまあちょっとゆっくり着たいっていう方だったら M、 S がもうちょっと小さくなるのかな、 S でも入るかな、でもGジャン着て、まあ中にもダッとなんか着たいよ冬場っていうことであれば、まあこんな感じでもうデニムだらけになりますけど、まあ本当デニム好きなんだなっていうのがコメントにもあったように、デニム大好きです、デニム大好きです、もうデニムだらけですね。なんですけど、またはデニムが黒か、ブルーリジェットが好きで着てるんですけど、まあそんな高いものは持ってないっていうのが現実なんですけど、デニムは大好きですね。で今欲しいのがね、持ってるんですけどセカンドを持ってるんだけど着てないのね、ちょっともったいなくて、もう安いセカンドが欲しいなと思ってるんですけどね、なんかねセカンドサードばっかりなんで、またチャンスがあればですね。でこんな感じで今来て、冬場部屋の中でこれでいるっていうこれでうろうろしてるっていう試合でございます。ちょっと恥ずかしいんですけど、デニムデニムデニムで、でもねプリズン意外とね好きな、デニム好きな人だったらいいかもしれない。うん、デニムのまあこれのちょっと寒いじゃないですか、その上にちょっと羽織るのではいいかもしれない。もうちょっとこれがねよれ、なんていうかな、色落ち中かくたびれた感じにもうちょっとなってきたらかっこよくなるんでしょうけどね、ずっと、色の落ち方がねどんな風になるのかちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれの S がねどんなになるのかなっていうのもちょっと気にはなるんだよね、着ながらね SS とこれの S、うん、ゆっくり着るにはいいけど、もうちょっとな、もしかしたら S だったらもうちょっと小さくなって、これの上から着れたらいいね、うん、そしたらちょっと
どんななのかな。でもうちょっと下目見ましょうか。ほらこんな感じ、こんな感じになるのよ。わかる？こんな感じ、こんな感じ。プリズム、こういう形で見せましょうか。こんな感じ、うん、ありがとう。